って右側の受付ございます。
第2部、白熱教室いよいよ開式でございます。で、仕切り直しまして開会式をこれより行います。お配りしている青い、座禅の手引きというものをお持ちいただきまして、今配ってると思うんですが、開いていただきまして般若心経ですね、それを、全員で、お唱えをしたいと思います。ちょっと電気つけてくれますか。読む間読み方は至って簡単でございます。マカハニアハラミタ神明とこちらで唱えますので、皆様は漢字在毛さというところから声を出してください。でお経はぜひね、恥ずかしがらずに声を出すということ、恥ずかしいという気持ちもよく考えると自分をよく見せたいという執着になるんですね。まあ、そういうものを話すという意味もあるんですよ、ね、ですから素直な気持ちで、どうぞ今日読んで、ご以降はご本尊、ご解散県庁にもちょっと採取させていただきまして、世界の平和と今度度の東日本大震災の、追悼のご以降をさせていただきます。まあ、そういうことでどうぞ元気よくお唱えいただきたいと思います。お経はなるべくバラバラにならないようにね、息はどこでついても結構ですから、読み出すときにどこ読んでるかなんてね、確認して、あとは住職よりは上手に読まないことです冗談ですけど、どうぞしっかり声出していただきたいと思います。はい、では帝国でございます。ではご同志をお務めいただきます。先ほども、ご挨拶いただきました県庁事務代表いただきまして、宗務総長高井少将将の誘導でございます。皆様合唱でお迎えいただきたいと。ちょっとスクリーンになって申し訳ございませんでしょうか。
もともとぐ障子をたまわりたまえ同じく出場まどかに戦後の次に恋めごところは世界高級の平和並びに東日本大震災殉難者各国礼儀のためし立て祭り放置を証言す自
自分の幸せを実現をすることと同時に皆さん方の平安にもつながっていけるような、そういうことを願っているわけでございます。で、今日はこうして皆様方が建長寺の本堂で、いろんなことを語り合っていただける、そして小林先生という、素晴らしい、お導きの方を頼りにしてですね、そういうことを、こう、まあ、極めるというと変ですけども、禅宗のお寺ですから皆さんで大いに、切磋琢磨をしていただけるとありがたいと思います。それではどうぞよろしくお願いをいたします。本日は最後までどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。それではお約束の通り5分ほどだけちょっと座禅をしてみたいと思います。靴下脱げる人は脱いでいただきまして、もう折り方分かってますね。この座禅用の布団で短布団といいますが、最初に2つに折ってその上をもう一つ折る、そしてその上にあぐらでまず座ります。あぐらの状態からどちらかの足をももの上へ乗せてみてください。足の裏ができれば天井へ向くような感じですね。できる方は頑張ってもう反対側を踏む、これを結果不座と言いますが、どうぞ無理なさらずどちらか片方でも上げていただけるといいです。またスカートでお越しの方は正座で座っていただくとよろしいと思います。はい、椅子の方はそのまま、まあ、その上で座ってる人もいるんです。いかようでも結構ですが、いずれにしてもここからのポイントになるんですが、腰をしっかり入れるということです。腰を入れると丹田に力が入ります。丹田というのはおへそからだいたい握り拳一つ下あたりです。ここにグッと力が入る。で、禅のお坊さんは頭で考えないで腹で考えるんだって言います。腹で、ね、ここにグッと力が入る。腰が入ってないと腹が力が抜けちゃうんですね。ふぬけっつってよく言います。ふぬけ、ね、腰がある、ね、腰がある、ね、腰がある人間になりたいと思いますが、腰を入れて背筋をまっすぐにして頭で天を作れるまっすぐにします。で、手は左手の上に右手を重ねて親指で輪っかを作ってください。で、自然に置いておいて、で、あと肩の力を抜いて、はい、で、目は少し開きます。閉じません。開いておっても集中できます。45度ぐらいの角度に下げて、だいたい1メートル前ぐらいを見ます。で、少し開いておくということですね。はい、そして息を丁寧にする。鼻から吸って鼻から吐くと私は習ったんですが、今の腹式呼吸でいうと吐くときにはちょっと口から息をふーっと抜いていくといいですね。でゆっくり鼻から息をする、新しい空気を吸って、吸い込んだらちょっとひとためしてゆっくり口からスーッと吐いていくと、お腹がへこみます。吐いていくと完全に吐き切って、頭の中にあるものをこれから皆さん頭をいっぱい使っていただくんですけど、一度頭の中にあるものを全部吐き出すような気持ちで鼻から吐き出してしまう、ね、そしてこの新しい空気を頂戴して入れ替えるって、ね、そうするとだんだん、ね、酸素が多くなって気持ちも良くなってくる、ね、でそのまま寝ないようにだけ注意してください。では、ほんの数分試乗に入ります。
合唱します。礼。ありがとうございました。どうぞ楽にしてください。わずかの座禅でも、もう風がそよそよとね、気がついたり、やはり心が落ち着くと、ね、こうして喋っていたりすると風もあまり感じないんですけどね、気持ちが落ち着くっていうことが、やっぱりそういうことの五感をさらにね、よくする座禅をぜひお勧めしたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは、これより、小林先生の白月教室、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、午後の会話型講義を始めたいと思うんですけれど、今日、午前中私の話を聞かれた方が多かろうとは思うんですが、午後、いらっしゃった、初めていらっしゃったという方はどのくらいいらっしゃいますかね。手を挙げていただけますか。はい、それではですね、一応午前中の話を、前提にして午後の話をするので、ごく簡単にですけれど、午前中どんな話をしたかということを、要約をしてみたいというふうに思います。今日のタイトル、サンデル教授のこれからの正義の話をしようを、意識しながら正義と善の話をしようと、サブタイトル、仏教と哲学の新しい出会いということなんですけれども、ハーバード講義で反響が非常にあって、そのうちの一つの要因としてですね、東アジアの、仏教や儒教といった文化との関係を考えてみようということでですね、今日は政治哲学と仏教の関係、これが午前中のテーマの焦点でした。ある雑誌がですね、サンデルブームと仏教ブームに関係があるんではないかということを聞かれてですね、それを今日も次第にしてみようと思ったわけですね。でサンデル教授はですね、3つの正義の考え方、1つは功利主義に代表される福利型の正義論、2つ目は自由、権利といったものを中心に考える自由型の正義論、3つ目がですね、美徳との関係で正義を考えるという美徳型の正義論と、この、3つに類型を分けて話をされているんですね。で、1つ目の類型もですね、オーソドックスな考え方、初めの考え方は、一人一人の、幸福を、合計をして、そして全体の幸福を考えるということなんですけれど、中にはね、一人一人の快楽で幸福っていっても質の違いがあるんではないかという、議論もあって、功利主義はね、他にいくつかの問題点というものも、指摘をされていると。で、2つ目の考え方がそれに代わって、提起されたわけですけれど、この考え方の中にもですね、自由や権利を重要だと言っても、どういう、特に権利を考えるかということで意見が分かれている。リバタリアリズムと言われる考え方は、これは所有権、そして財産に対する権利というものを重視をするので、福祉に基づくそのための課税に反対をする。だから、今規制緩和、民営化と言われるようなですね、そういう、考え方を支持しているわけですね。で、これに対して、リベラリズムと言われる考え方は、今度はですね、福祉というものを正当化する、その意味で福祉国家を正当化する、議論なんですね。で、こういった考え方が、アメリカの戦後の主流、あるいは日本でも非常に大きな影響力を持っているわけですけれど、サンデル教授の場合はですね、良き性、善ということとの関係において正義を考える必要がある、そう主張していて、それを、美徳型正義論、ヨーロッパの哲学の伝統では、アリストテレスとかプラトンですね、そういった、流れに基づいていて、アリストテレスの場合はですね、世界や人生に目的があるということを中心に考える、そういう意味で目的型の正義論というふうに、私は説明をした。
で、アリストテレスの先生、プラトンという人ですけど、この人は、現象の目に見える世界を超えた超越的な、真そのもの、善そのもの、理そのものというような、イデアの世界というんですけど、そういう超越的な世界は存在をするというふうに主張していたので、そういう意味で超越的な正義論というふうに整理することができるだろうというふうにお話をしました。アリストテレス先生はプラトン先生ですね、やっぱり、美徳とか予期せ善というものが重要だと考えていて、それとの関係で正義を考えようという、第3の類型に、相当するわけですね。で、サンデル教授はですね、例えば、与えられた生命という、生命観というものを提起しているように、その思想の中に、宗教性や精神性はあって、ご自身はユダヤ教的な伝統の中で育ったわけですね。しかし特定の宗教ではなくて、それを超える哲学的な原理というものを考えているということになります。で、サンデル教授のこの対話型の方法自体がある意味ではね、ソクラテス的な面を持っているし、今言ったようなプラトンやアリストテレスのようなそういう考え方に基づいた正義の考え方というものをですね、今日の世界によみがえらせようとしているというお話をしたわけですね。で、これとの対比において、仏教はどう考えられるだろうか、あるいは仏教でいうような善とか正義というものと、ヨーロッパの政治哲学、サンデルのような政治哲学とは関係があると言えるんだろうかということが、午前中、一番の主題にした問いですね。で、私がですね、インターネットの検索などをしていて、善や正義に関わることとして、出てきたのが、仏教において善、十善戒、十個の、良きことについての戒律ですね、そういうものがありました。それから仏教でと正検索をすると八正道、正見、正思、正語、正行、正明、正精進、正念、正情、今ね、座禅でしょうか、5分間したわけですけど、ちょっと症状に相当するということですよね。で、さらに仏教の説話で、阿修羅と帝釈天、結論として言うとですね、阿修羅の方は自身がない正義で、その結果ですね、戦いを起こして、天界から追放されてしまったと。帝釈天の方は、それに対して慈悲ある力ということで、本当の正義はどちらだろうかということを考えさせる説話であるということですね。ですから、ちょっと午前中考えてみたところでは、こういった、解説を手がかりに考えてみると、従前界というのがあるように、仏教にも善、良いという考え方があって、これは良き正ですね、ヨーロッパの哲学、あるいはサンデルの言うような善と、極めて近いのではなかろうか。それから仏教は、基本的にはむしろ宗教ですから、政治に対する考察は、ギリシャ哲学に比べれば少ないんですけれど、しかし八正道というように正しい行為という考え方はあるので、正義に関わるようなそういう部分は、あるのではなかろうか。それから阿修羅と帝釈天の説話にあるようにですね、やっぱり阿修羅の在り方っていうのはね、慈悲なき正義ということで、これは善とか慈悲とかそういうものと切り離された正義を言っている。そして、手続き的な正義ですね、ルールを破って、たことに対する怒り、それに基づく正義なので、リベラリズムのような正義にこれはもしかしたら近いのではなかろうか。逆に帝釈天の在り方というのは、手続き的に見ると問題はあるけれど、慈悲のある力が、一つの正義にあると考えられるので、コミュニタリアン的な正義感に近いのではなかろうかというお話を、して、午前中の、講義を終えたわけですけれど、私ですね、この仏教と政治哲学の関係について、お話をするのは今日は初めてですし、仏教について詳しいわけではないので、インターネットを見てですね、今みたいなことを考えていくんですけれど、今日はですね、仏教に詳しい方々、あるいは、僧侶の方々も参加していらっしゃるので、まずですね、仏教と政治哲学が、痛面があると今のように言えるかどうか、これについてですね、ちょっと皆さんのご意見を伺ってみたいなというふうに思うわけですね。
この中でどうなんでしょうかね、ある程度自分はこう仏教に詳しいなと思う人がどのくらいいらっしゃるんでしょうか。そうだな、じゃあちょっとまずその自分は、まあ、ある程度仏典を読んだり仏教の説話を聞いていて、まあ、詳しいと思っている方どのくらいいらっしゃいますかね。まあ、専門のお坊様なら全てはできると思うんですけど、どのくらい、あれ仏教の人もっと多いんじゃないですかね、ここでやっているわけですが、ちょっと皆さん、じゃあ少し質問を変えて、じゃあ自分はですね、まあ、先ほど般若心経を読んだんですけど、般若心経を、まあ、自分で読んだことがあるというのはどのくらいいましたね。これやっぱり相当さすが、3分の2以上言ってみましたね。それじゃあ、まあ、座禅でも瞑想でも何でもいいですけど、そういう、まあ、症状に関わることをしたことがあるという人どうですか。あ、これはもう大多数いらっしゃるということで、まあ、やはりかなり仏教について、まあ、詳しい人は多いんじゃないかなと思いますね。じゃあ十二前回、私もインターネットで調べたことをそのまま、まあ、今見せてたんですけど、十二前回ってことを聞いたことある方どのくらいします。これもやっぱり半分ぐらいはいらっしゃいますよね。次、八正道聞いたことある人、はい、これはもう大多数ですね。次、アシュラとインドラの、まあ、お話、これ聞いたことあるんですか。はい、これも3分の1ぐらいありますよね。やっぱりまあ皆さんかなりご存知というふうに思います。じゃあ逆に言ってるのが、西洋哲学、特にサンデルのような、まあ、講義とか本とかお読みになった方は今どのくらいしますかね。うん、まあ3分の2弱でしょうかね。でもこっちの方が少ないかもしれませんね。はい、じゃあ、どなたでも結構ですけれども、まあ、まずちょっとお坊様ではなくて一般の方々にお聞きしてみましょうかね。仏教でいうところの善とか正は、まあ、サンデリが言うような善とか正義と同じ、あるいは近いと言えるかどうか、こういう意見がある。近いと申してるんですか。少ない。あ、3分の4分の1、違うと思う方、大体も同じぐらいなんでしょうかね。はい、どなたでも結構ですので、なぜそう考えられるのかご意見を伺いますでしょうか。はい、お願いします。まあ、名前は言わなくてもいいですけど、言われてもまあ結構です。はい、今日はお寺で哲学の話があるというものですから大変興味を持ってまいりました。小林先生から長時間にわたって西洋の哲学を中心にお話をされましたけれども、私は西洋の哲学というのは結局答えがない、答えが得ないだろうと私はいつも思っております。なぜか、それは西洋の哲学というのはあくまでも人間の世界を取り扱っていて、いいか悪いか、どこまで行ってもいいか悪いかであります。一方、仏教、特に禅はそれを超えてという一元の世界を教えてくれています。そして世界は二元の世界を追求して、結局この世界がひょっとしたら滅亡してしまうのではないかと考えている人が少しずつ自覚的に自分自身を反省して、特に今聞いているところはフランスがそうだと言われておりますけれども、アメリカもフランスもドイツもそうですが、やっぱり一元の世界、自己とは何かというところに全ての問題が帰着することに一人一人が目覚めているようでございます。すなわち仏教は最終的には己、こう自己とは何ぞやという説く、これは思想ではなくて、やっぱり
実践の世界を説いております。哲学は伝権であります。思想であります。頭で考える。一方私たちが学んでいる実行している全仏教哲学はプラクティスです。アルバイトです。アクションです。頭で考えないでとにかく生きることにそのものになりきって生きなさいとひたすら教えております。私は1930年生まれ、昭和5年です。父も母も教養のない本当の百姓でありましたけれども、子供に向かってただ一言です。強く正しく美しく生きなさい。学校の先生も親もこのことしか教えませんでした。そして今になって頭でっかちでずっと考えてきた僕自身がこの中に全てが含まれていると思います。サンデルの善いいということは何か、これをどこまで追求しても答えが出ません。先ほど小林先生のお話を非常に私は注意深く聞いておりましたけれども、結局はどうしたらいいかわからないのであります。それが現代の世界であります。しかし強く正しく生きなさいということの中に善とは何かということが全部含まれています。私が習った勉強した善とは何か、それは無矛盾性であり相互性であり功利性であります。この正三角形の中にもう一つ美美しいという頂点を持って正三角錐を成している、これが善であると僕は学んでおります。この美しさがなければ、先ほどのベンサムもそうです、サンデルもそうです、結局利益追求、効率性、実用性、損得だけ、そこを堂々しているのが西洋の哲学ではないかと。だから世界がどこまで行っても迷って最終的には日本にあるこの善、ディアーナですけど、ディアーナ善仏教にみんな少しずつ傾いてきてるのではないかと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あと仏教の方からですね、やっぱりちょっと哲学とは違うのではないかということで、その意義を説明してくださいました。なるべく多くの方にね、発言してほしいので、ちょうどサンデル教授のね、講義見た方は、あのくらいの感じでなるべく発言していただくと助かります。はい、では他にいろいろご意見あるんじゃないかと思うので、どのくらい意見言われたい方いらっしゃいますかね。はい、じゃあそこに2人上がってますので、まずじゃ あそちらの、はい、久保さんからお願いしましょうか。神と申します。よろしくお願いします。まず仏教の方ですね、今発言された方がおっしゃる通りだと思いますけれども、ある意味ではやはり個人的な思想であって、で、ある個人であるからこそ、自分は自分に責任を持って自分で変えていけるので理想的なことが言えると思うんですね。社会の場合にはそうではない人たちがたくさんいている中で、社会全体をいい方向に持っていかなきゃいけないということがある中で政治哲学というのができてきていると思いますので、そういう不完全なものの存在を認めた上で、それから、いい方向に向かうという意思が全くない人もいる中で、でも全体の社会を良くしていこうというところから、出てきているというところが一番違うんじゃないかなというふうに、前後ですね、政治的哲学と仏教の違いがそこにあるんじゃないかなというふうに感じました。
はい、ありがとうございます。では続けてお願いします。山と申します。よろしくお願いします。最初の方が言われたように、仏教はその二元論的世界であって、それを超えたところを目標にしている宗教かと存じますので、基本的に悟りですね、悟りが第一の目標である宗教と思いますが、それゆえに今日ご紹介していただいた戒もまた八正道も基本的にはこの悟りのために役に立つかどうかというところが正しいの意味であり善の意味でありますので、あまりこの社会的な意味で善あるいは正しいというような色彩をするんじゃないかなと思います。で、社会的な問題に、仏教の立場で関わっていこうという、エンゲージドブディズム、結びつけられた仏教というのがあるんですけども、その先生方あるいは仏教者の方に割とぶつけられる質問で、あなた方のやってることはその NPO とかあるいは市民団体がやってるあるいは慈善団体がやってるものとどう違うんですかっていう質問をよくエンゲージドブディズムの方たちはされるようなんですけども、共通したその答えというのはあまり了解されてないんですね。それで一つの答えとして、スリランカで、始まったサルボダヤ運動というのがあって、これが仏教の根本真理の一つ、四つの真理である空襲滅等をダイナミックにこの社会的な意味合いの中で再解釈して、それを社会活動の原理にしようという、それで実際に非常に大きな成功を収めている運動なんですけども、これは非常に仏教徒あるいは宗教者が社会運動に関わる上で非常に重要なモデルなんですけども、一方でそこで、空襲滅動の滅ですね、この滅の状態を、社会的な苦がなくなった状態というふうに捉えるんで、結局その非常に仏教的であると同時に、その本来の仏教の持てる悟りというのがどっかでこう見えなくなっているようなところもあるようなんですね。で、これは意見ではなくて、お坊さんもたくさんいらっしゃるので僕に質問、お坊さんはどうなったかお答えいただきたいと思うんですけども、この仏教者が社会運動に関わるとき、あるいは仏教者が社会的な善や社会的な正義に関わるときに、例えばどのようなそこにこう市民団体やそのいわゆる普通の人たちがするとどこが違うのか、どういう違いが出てるか。で、私はあまり仏教のことを存じませんけれども、シム良心慈悲喜捨ですね、が比較的その世俗のものが仏教的な観念に基づいて良い行いをする基礎になるような気もするんですけど、基本的には心の在り方に焦点を当てているので、この社会的な運動の面にはなりにくいような気もするんで、その辺仏教者のこととどのようにお考えなのかちょっと聞いてみたいと思っております。いずれにせよ最初の方おっしゃったように、悟りが仏教の目的でありますと思うんで、実際その時に社会運動ってどうなのかなって気はいたします。どうぞ。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ今の質問は後でね、仏教の専門の方にお答えいただくとして、もうちょっとその一般の方々で、今の論点について意見がある方の意見を聞いてみたいと思いますけれども、どのくらいいらっしゃいますかね、意見がある方、手を挙げていただけますか。ちょっとその数を見て考えてみたいと思いますね。はい、3人いらっしゃいますね。じゃあどちらからお願いしましょうか。はい、私はサンデルさんの本を読んだことがよく実はわからないんですけど、先生の本もちらっと今見てたらですね、正義と善ということが結びつけたいっていうようなことを書かれてあるんですけど、正義という言葉と善という言葉をよく考えてみますとですね、正義っていうのはこの世の中のこの現世の中における聖者を表している言葉じゃないかと思うんですね。で善というのは超越的世界における聖者 を問う言葉ではないの。つまり正義はこの世の中のこの人間世界の中の聖者である、正義を問う。善というのは超越的世界における善で言葉ではないかと。で、正義というものはですね、この人間世界の聖者というものはですね、いくら追求してもですね、人間は
人間では絶対に絶対的な判断はできないわけですね。誰が何言っても反対はあるし、だから正義は断定できない世界であると。善、しかし善というものはですね、これ絶対世界の絶対唯一心のですね、西洋では一神教唯一心の世界ですから、その絶対唯一心の世界、言葉の世界においてこそ善が成立するというふうに彼らは考えてるんじゃないかと。つまり善とは絶対的なものであるという世界ですね、超越的な世界における聖者、聖者であって、そのもうそれには誰も反対できないという言葉ではないかと。そうしますとですね、正義というものはアングロサクソンの系統ではですね、功利主義というものがあって、彼らはやっぱり現世的にものを、現実的にものを考えていると。その伝統が正義のアメリカにも流れていて、アメリカはやっぱりこの現世での聖者というものを問題にしているんだろうと思います。しかし、その絶対心、唯一心というものの世界、つまり宗教の世界も、もうニーチェが神は死んだといった頃からですね、もういわゆる未信論が広がってきてですね、善の世界もあやふやになってきて、そうしますとやっぱり現世で人間は善を考えざるを得ない、正義というものは何かということを考えざるを得ないんじゃないかということですね。そういう世界になってきていると、時代に。それからですね、仏教ですけど、仏教というのは非常に仏さんそのものはですね、自己の悟りっていうか、個人の悟りのために、下達のために開いた宗教ですね。絶対心というものは あるのかどうかですね、そういう唯一心、一神教じゃないと思うんですね、仏教は。で、個人の悟りを求めるのが仏教であって、したがって、政治的なこととか社会的な問題にはあまり関心を伝統的に持ってきてないですよね、持ってないと思うんですよね。で、仏教というのは仏さんが作ったものだけども、いろんな説が、経典そのものが何千もあるような世界でですね、いろんな人がいろんなことを言って、どれが仏さんの言葉かわからないと。実際に仏に仏教、仏は原理主義っていうんですか、仏教は仏さんが何を言ったかっていうのははっきりしたのは明治になってからであって、それ以前はみんな宗祖っていうんですか、その親鸞とか道元とかそういう人たちの言った仏教なんですよね。そういう世界ですから、それにしても共通したところがあってですね、いや共通したところないかもしれない。例えば親鸞なんかは拝んでですね、一心に拝んで涅槃を浄土を願えっていう、要するに神教的な考え方ですよね、一向宗っていうのは。だから長くだってすみませんけど、道元なんか言った善なんていうのは非常にそういう一神教的な考えとは全然違って、なんていうんですか、自分の悟りをですね開けという、自分が黙想して悟れという世界ですから、一言お尋ねしたいのはですね、お尋ねと お坊さんたちにお尋ねとお願いがあるんですけどね、お坊さんたちは一体その神というものを持っているのかどうかっていうですね、宗教的なそういうものがあるのかということと、それから禅では不流文字とかですね、言語道断とか言って言葉を発しない方針なんですけどもですね、それにもかかわらず道元さんは双方元像とか、それ中国の人は無門館とか陸岩録とかいろいろ書物を表して書いてますよね。しかしそれ以外の
禅の皆さん、坊さんというのはですね、何も発言してないですね、歴史上。今日だけ発言してもらいたいと思うんですね。正義というのが問題になって、じゃあ禅宗、禅の皆さんはどう考えているのかというようなことですね、分厚い書物にでも書いてですね、発言してもらいたいと、私の願いですね。はい、ありがとうございました。まあ、いろいろ問いかけもありましたけど、また後でお答えいただくとして、他に確かお二人ぐらい手を挙げていらっしゃいましたね。どなたでしたっけ。はい、お願いします。小島と申しますが、私は松屋と申しますが、府中党というあれがありますね。府中党会というのは、先生が見える前に、司会の方が話されたことなんですが、先生は遅れて見えたね。遅れて見えたのを誠に府中党会に触れると思うんですが、先生はどうですか。え、私今日ですか。はい、そう。遅れてないですね。いや、あれはパソコンがちょっと調整が不良でね、それでその私10分に待ってて、その間がなかなか来ないですねっつって笑わしてたんで、それは先生今何の発言中でしたっけ。何の話を皆さんされてるのか。まあ、基本的に善とか正義ですね、これがまあ仏教とヨーロッパの哲学とまあ同じというふうに言えるのか違うのか、こういう話を基本的にはしてたんですね。当てられたからじゃなかった。簡単にね、はい、先生のおっしゃるね、不当仲介というのはなんか私は目に見えるものをという感じがするんですか。ごめんなさい、不中党っていうのはここにある不中党、与えられていないものを取りませんというふうに書いてます。はい、与えられているものっていうのは物であってね、精神ではないんですね。はい、この解説はそういう形で書かれてますね。これは前も言ったんですけど、インターネットで従前会の説明はそのまま私が書いてきたものなので、私の独自の見解ではまあないですけどね。はい、じゃあもう一人いらっしゃいましたね。あ、こちらでしょうか。お願いします。こっち先です。あ、わかりました。二人いらっしゃるのか、じゃあ先ご紹介しましょうか。はい、短く、先生、どうも貴重なお話ありがとうございます。まず先生の質問は、その正義と善の違いですよね。ヨーロッパ西洋社会と仏教と、ちょっとプラトンとかソクラテスから離れるんですけど、まず今日お話を聞いて、サンデル先生がユダヤ教だったっていうのを聞いてちょっとびっくりして、まあ、ちょっと興味があったんです。ユダヤ教っていうのは神との契約ですよね。だからその旧約聖書を見てると、神との約束を破ったものが罰せられると、でそこに、まあ、割合発表した形で書いていると。その仏教の場合は、まあ、先ほどの方がおっしゃったように、まあ、悟りだから、その別に神との契約とかそういうのはないんだけど、自己を高めるために悟りを深めようという、いわゆる悟りというのは、私もちょっとどう言葉で表現していいかわからないんですが、悟りを得るために、そのさっきおっしゃった、その先生もおっしゃった発祥道とか全てがありますよね。そこら辺のなんか根底からちょっと違うような気がするんです。だからそこら辺のことを先生からもお聞きしたいし、それからあとこちらにいる僧侶の皆さんからもお聞きしたいと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあもう一人いらっしゃいましたかね。はい、お願いします。はい、小島と申しますが、禅について名もかじりではありますが、悟りとは自己の真面目の自覚であると、こういうふうに説かれている。それを読んで私は大変深い感銘を受けました。自己の本領を発揮して人生を堂々と生きるというのが善だと、
他の極楽をに憧れるのとは違う教説なのに、私は非常に大きな関心を持ち勉強をしてみました。さて、そういうことではありますが、先生のお話にも出てきましたアリストテレスの時代は奴隷制の時代ですね。そしてアリストテレスは立派な見解を述べておられますけれども、奴隷の必要性を認め肯定しているんですね。すると禅の世界ではいくら真面目を発揮し自覚して生きようと言われても、奴隷はそんなことできない。じゃあなぜ奴隷制になるのかと。ヨーロッパの場合には奴隷制の後封建制になりました。その後資本主義に変わりましたが、そういうふうに経済社会は別の構成原理で出来上がっていると。その原理を究明する哲学でもある。したがってそれを対立するものではなくて、私は仏教で述べている理念は非常に正しいと思います。その理念通りの社会を作り上げる上では、どういう原則が経済社会はどうあるべきかということが今問われているんだと思います。敵対するのではなくて、それぞれの歴史の中で実現してきた成果をお互いに認め合って生かし合うということが大事だと私は思います。はい、ありがとうございます。まあ、今いろいろな方々からまあご意見を伺いました。まあ、ざっとこう重要なポイントをちょっと振り返ってみますと、まあ、まず事故っていう問題しばしばまあお話になられましたね。実はまあサンデル教授のまあ講義の中でも、まあ私事故っていう点ちょっと注目して、まあ合理的で他の人のことを考えないで自己利益を追求するロールズのようなまあリベラリズムに対してサンデルはまあ批判をしたと。実はですね、サンデルのコミュニタリズムの一つのポイントっていうのは、そういうまあ合理的な利益を追求する自己観を批判して、別のまあ自己の観念、そしてまあ自己というものを問うという、これが必要だといったところにもあるわけですね。ですから、まあ、自己の議論というのはその意味で、ね、サンデルたちのコミュニタリズムにも非常に重要なまあ議論ですね。で、さらにですね、まあ、多くの方々がこの仏教の自己、あるいはまあ、善や善も含めて、ですけれども、まあ、悟りを目指しているものだということを、まあ、強調されましたね。そしてそれが、まあ、例えばサンデルのような政治哲学とは違うんだと。で、まあ、仏教の世界観の場合は、まあ、善悪を超えた、まあ、一元論的な世界観、まあ、空とか無とかそういうことに関わるのではないかと思いますけれど、そういった、まあ、ものである。他方、まあ、政治哲学なし哲学で言っているのは善と悪というように、まあ、二元論的な単一の世界観ではない、まあ、こういう話を、まあ、指摘していらっしゃった方がいますよね。それからもう一つ重要な問題は、まあ、仏教は基本的に自分が、まあ、悟るということを、まあ、目指しているわけだけれど、社会の問題と、まあ、個人の問題ですね、この問題をどう考えるのかというまあ問題提起もあったんですね。例えばエンゲージブリズム、ね、社会に関わる実践的な仏教という場合にその問題をどう考えるのかというまあ議論もありましたね。で、まあ、サンデルの政治哲学は、まあ、もちろん自己の問題も一方で言ってますけれど、政治哲学なのでやっぱり社会との関係がとてもまあ大事であるわけですね。で、これが仏教のまあ善とか性とどういう関係にあるのか、まあ、こういう問題ですね。こういったことを、まあ、多くの方々がおっしゃったと。まあ、どっちかっていうと聞いた人はかなりこう仏教はこうで、ヨーロッパの政治哲学、哲学はそれとは違うとか不十分だとか、そういう感覚の方が多かったような印象を持ちますけれど、まあ、最後の方はね、まあ、アリストテレスに遡りながら、まあ、両方が共同する必要があるんじゃないかというようなことを提起されたかなと。じゃあ、まあ皆さんいろいろご質問もありましたし、まあ、そもそも善と性に関してどういうふうに考えられるのか、私もですね、王様方の話を伺いたいなと思ってますので、どなたか僧侶の方々でご発言いただけないでしょうか。先生、その前にすいません、はい、正義と善とその善修の善がどっちがどっちの善かということを分からなくなっている方が多いと思うので、なるほど、善修の善とか善悪の善とかっていうふうにこれから皆さんも統一で何か、なるほど、まあ、基本的にこの今言ってる善は善悪の善、でも皆さん多分ね、善修の善のことを
禅宗の禅の時にはまたそれが分かるように言ってください。基本的には禅悪の禅、良き性の禅です。はい。ではどなたかお願いできるでしょうか。先生、ちょっと一つ、はい、あのお坊さんに聞く前にですね、小林先生が自己というのと他己というか他人というか、そこのところちょっと一言言わせて申し上げてみたいんですけれども、あの私の先ほどの言った、立ってください。あ、そうか。私の先の言った自己というのは、いろいろその人間的に捉えている科学、思想、哲学でいう、分からないところに行ってしまうのは結局自己、自己主張の自己であります。仏教でいうところの自己は、そういう穴蔵にどうしてもはまり込んでしまうそのもの一つ一つが、その自己が完成されていないからだと、こういうわけです。私の学んでいる自己は、道元はこういう具合に言うんです。いろいろあるけれども、仏道を習うは自己を習う、いろいろあるけれども、まず自己をきちっと見つめることから始めます。自己を習うとは自己を忘れるなりと、我というものをまず捨てなさいと、あの人のためにこの人のために、それをも超えてまず自己自身をよく確かめなさいと。自己を忘れるとは、自己を他己を超えて突録せしむるではない、パッとこれだ、それは自己を超えて他己を超えて世界を一つで見る自己、そういうものになることが仏教です。仏道というと教えられておりますので、ちょっとその辺が先生と違いがありましたら、お許しください。私の自己はそういう自己で焦点を当ててるつもりです。ごめんなさい。はい、まあ私は特に自分の考え方は今のところまだ述べていなくて、まあ、サンデルの、まあ、自己の問題提起といったんですね。そして実は今日の、まあ、公共哲学で、まあ、自己と他者との関係、あるいはおっしゃった、まあ、自己観ですね、自己を忘れるという、そういう、まあ、自己観との関係、まあ、これ重要な論点になっているんですね。ただ、まあ、今日ちょっとその正義と善の方に焦点を置いていますので、あんまりそこに深入りしないで今のところ私の議論は、まあ、進めているという、こういうことでございます。じゃあ、まあ、もう一度ですけど、この、まあ、お坊さんの方々でどなたかご発言いただけますかね。はい、はい、じゃあお願いします。先生なり、サンデルさん先生もおっしゃった人工の正義というのは社会的正義ですね。宗教的な正義と社会的正義とは違うと思います。で、それは、まあ、社会的正義というのは理解されるし、宗教的な正義と、社会的な正義は相反することもあり得る、どちらかの観点でどちらかを述べる、あるいはどちらかの観点、あるいは、もう一つの観点から別の方を述べるということは、まあ、できなくはないけど難しい。はい、ありがとうございました。まあ、先ほどどなたからのご発言で、まあ、ヨーロッパ哲学の正義というのは、まあ、今の言葉で社会的正義だと、で仏教で言いまして正義というのは、まあ、宗教的ね、悟りの方への正義だと、まあ、この発言もあったと思いますけれど、まあ、今は社会的正義と宗教的正義を区別するというわけではない、こういうご発言ですね。はい、他にいかがでしょうか。善と正義、あ、はい、よろしくお願いいたします。先ほど の、 一元堂のことで、とてもいい意見を言っていただいてありがたく思ったんですけど、まあ、ちょっとやや分かりやすく言うと、まあ、悟り悟りって言いますけども、要は差を取るっていうことをよく座禅会が言うんです。子供たちの前でね、差を取る、自分の取ったのがないんだ、差を取る、悟ってしまうっていうこと、でそういうことをして、まあ、その自分も世界も森羅万象と一つであるっていう平和感が自然に、まあ、まあ、これすぐには答え出ないと思う。先ほど道元さんの話とかいろんな、まあ、長く喋った方もおられるんだけど、ちょっとやや答えを急ぎすぎたっていうのもあるんですけども、まあ、いずれにしてもその私どもはその
やっぱりあと社会性のことで、あの、お坊さんやっぱりなかなか政治家になったりもしませんし、ただあの私が思うのは大事なことっていうのはやっぱり自分で覚えていくことだし、やっぱ先ほどおっしゃっていたように体を使って感じ取っていくもので、自転車の乗り方いくらマニュアル見ても乗できないわけで、あのやっぱりお金びっくり自分で覚えていくことだし、で結局やっぱりなんか大事なことっていうのはあの自然に伝わっていくんじゃないかと。でそう思うと、あの善はまず事故のやはり自分を分からずして人の命の重みは分からないっていう、まあブッダが天上天下唯我独尊って言ったら、それは天にも地にも我一人立っとしって言った。でこれは分かりやすく言うと、自分の存在が曖昧では人のことは分からないんだっていうことだと私は思うんですね。だから自分の曖昧だから秋葉原で包丁振り回しちゃったり、俺なんかいなくたっていいんだって、誰も俺のことを見てくれないんだって、それはやっぱり自己が曖昧であったっていうこと ですから、あの自分を、まあ、善は社会性があるかっていう、あの今でいう善はあの善種の善のことです、善種の善ですね、あのはだからこうやって一人一人がいろんなものの見方をしていく、でそれがまあ自然とこう伝わって、それが先ほど先生おっしゃったように、それがアメリカなり外国人も随分座禅に来ます、ここへ。そういうのを見てると自然に種が、あの我々のお経で種地をまどかにせんことって必ずエコーする、種地っていうのは種がまどかに広がっていきますようにつってお経を読むんですけど、そんな感じが我々も社会性じゃないかって、それだけ言わせていただきたい。はい、ありがとうございました。他にご意見ありますでしょうか。まあ長老の方々でまだ言われてない方で、公然とか正義についてこう考えたりと、先ほど、まあ、あのご質問が一にありましたよね、エンゲージブリズムとか、もしそれについてお答えになるって方いらっしゃいましたらお願いしますけれど、お答えはあったらお願いいたします。まずあのやはり今日午前中のお話を伺ってと思ったのは、社会的な正義と、それから宗教的な道義的な道徳的なというふうに申しますが、そういう正義とではやはり基本的にまず分けて考える必要があるんじゃないかということと、ユダヤ教キリスト教的な最初 あの天父というところでお話がありましたけれども、天から与えられた命というところがスタートになっていると、やはり仏教の考えるその命の流れというところとは最初のスタートの時点でちょっと変わってきてしまうので、これを並列に、まあ、最終的にはもちろんこ うまくこう取り合わせていかなければいけないとは思うんですけども、最初の段階で違うぞというところをまず確認していかないと話がちょっと平行線のままになるんじゃないかなというような気がいたしました。それと あと坊さんの社会活動ということは、まあ、答えられるのか分かりませんけれども、基本的に坊さんは出家集団ですので、社会との関係を断つというところから修行生活がまずスタートをしていきますので、正直申し上げて、その社会的な活動をずっとやってきたかというとやってないというところが正直なところだと思うんですが、その中でも特に禅宗の禅の禅では、自味徳土先祖たという、自分がまだ悟りには至ってはいないけれども、それでも他の人を幸せにしていこうという、そういう、まあ、スローガンがあるわけですね。そのスローガンにたがわないという範囲の中での社会活動というのは、坊さんはやっぱり積極的にしていくべきだろうというふうに思います。その中でもやっぱりその今日教えていただいたコミュニティですとかっていうものを、それを善悪、まあ、または正義不正義というふうに区別して考えるのではなくて、自分の、まあ、ちょっとその、まあ、禅宗ですから、その自分の悟りを得ていこうと、まあ、悟りに向かって、悟りはゴールじゃないですから、悟りに向かっていこうというその活動の中で、そのコミュニティであるとか社会性であるとか、正義不正義、まあ、正邪というものは自分でこう使いこなしていくようにしていかなければいけないものであって、そこに社会性があるからどうだとか、善だとか悪だとかっていうところに論議が集中してしまうと、ちょっと宗教的な感じにはなってこないのかなというような気がいたします。どうか、はい、ありがとうございます。せっかく良い機会なので、まあ、先ほどに関わらずちょっとこの点について、まあ、特に聖や善に関してですね、お坊様方の意見を聞きたいと
こういう方いらっしゃいますか、あるいは今の皆様の答えに対して、もう一度自分の意見を言ってみたい、そういう方でも結構ですけど。はい、じゃあお願いします。はい、ですね、まあ、前途が正義についていろいろお話を伺ってて、まあ、自分なりに考えることなんですけども、やはり政治哲学でいう正義 に対してですね、まあ、仏教的な善というのはある意味ではその正義の核になるというか、向かっていく方向になっていくのではないかなと思います。政治哲学の中で、まあ、サヴェルが最初まあ、3段階目で初めて美徳というようなものを出したわけですけれども、まあその1番目2番目に比べてより正義としては、私としてはやはり進化しているというか、そういうふうに考えていいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それでもやはり今の社会というのは本当に不十分な人たちが集まっている中で、なんとかそういう美徳をみんなに出していこうということだと思うんですけど、でまあ、もし人類の社会がこれからどんどん、進化していって、最終的には禅僧というかですね、本当に僧侶が求めているような悟りを全ての人が求めるような社会になっていくと思うんですけども、そこに至るまで、そこに持っていくためにいろんな正義というものが少しずつ進化していく必要があって、まあ、今初めてそっちの方のプロセスに入っていった、そういうような段階というふうに考えてもいいのではないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。あ、じゃあもう一回お願いします。あ、そこ2人いらっしゃいますね。続けてお願いします。はい、お願いします。そもそもある宗教や思想が起こった時の時代背景っていうのから起こして話をするのは必ずしもいいことじゃないんですけれども、それでも今から2500年ほど前、インド社会がかなり豊かになってきて、産業が発達して、そこでまあ都市文化ができて、都市ができて、で結構その社会的に働かない人を養う余裕ができてきたところで、まあ、仏教をはじめ新しい思想が起こってきて、伝統的なバラモン教とは違う思想運動が起きた中に仏教ってあると理解してるんですけども、で最初からそういう意味では全く何も生産活動しない人たちを養う社会的余力があって、それでまあ出家ということができる社会構造の中 で当時のカーストという社会で一番基盤になるあり方を否定する形で、まあ、仏教運動ができたと。でそうするとそれはある意味最初から非社会的な運動でもあったわけですね。ところがお釈迦様はその悟った立場から今度もう一度在家の、まあ、人たちに、まあ、例えさっき言った下領主のような慈悲喜捨の4つの心のようなものを教えて、こういうふうに生きていきなさいという在家の人たちに教えられたわけですから、悟りという立場から、あれはお坊さんが必ずしも悟っているわけではないかもしれませんが、そういう宗教的な立場から社会的な善とか社会的な正義についてやっぱり言うことができるはずなんですよ。でもちろん違うんだろうけど、宗教的な善と社会的な善違うんだろうけれども、ただ違うだけでは困っちゃうわけで、宗教的な立場からいや本当は社会具体的な政策に一脈通じるような提言ができてこそ、やっぱ宗教って力があるんじゃないかなと考えておるんですけれども、まあ、その辺はいかがなんでしょうか。はい、また後でちょっと議論してみたいなと思います。先ほどそちらで手が挙がってたように思いますけれど、はい、じゃあ2人続けていきましょうか。はい、お願いします。田中と申します。ですね、先ほどから善ということを皆様方の立場で伺わせていただいておりますけれども、単独で善か悪かっていうのは言えないと思うんですね。やっぱり人であればこの方とこの方の間ではそれが善かとか、それから宗教で、違う宗教が2つの宗教があったときに、その2つの宗教がどう関わるかでそれが善か悪かということが決まってくるようにも思うんですね。違っていても良い関わりであったらそれは善であるというような形
形で、その関係性の中で善ということがあると思います。それから仏教は社会から出たところで、三界を出たところで行じられていくものだというお話がありましたけれども、でもこの地球上にというか社会の中にやはりこのお寺というものは存在はしているわけですよね。それでこういった場所、本当に静かな場所がを守っていてくださるということがどれほど社会にとって大切なことか、本当にこうしてこう集わせていただけるような場をいつも用意していただいているということが本当に社会には関係ないとはとても私は言えないというふうに感じました。はい、ありがとうございます。はい、面白いですね。ありがとうございます。須藤と申します。今彼女が頭角あるかとおっしゃって、でこちらの方が先ほど善というのは絶対的な世界の言葉ではないかとおっしゃっておりました。それで私はですね、あるところで大乗善と小乗善という言葉を聞いたことがあるんですね。大乗の善は小乗の悪であり、小乗の善は大乗の悪になることがあり得ると。はい、でそれでせっかく先生がね、インドア貸借店のことをおっしゃったんですけれども、私自身はね、すごくさっき親鸞万象と自分が一体であるというふうにおっしゃっていただきましたけれども、インドラネットって皆さんご存知ですか。天にこう網がねバーッと張ってあって、そこに宝珠水晶の玉がいっぱいこう連なってるんですね。でそこの一つに何か光が灯るとそれがずっとこう反映していってっていう、そういうつながり方っていうのをとても大事に見る。でさっき大乗と小乗って言いましたけれども、小乗っていうのはとても小さい単位、まあ個人かもしれませんの中でいいと思うことと、もっと大きな単位、まあ、グループかもしれません、社会かもしれませんの中でいいと思うことで、ね、そういう、あるいは、まあ、地球全体という見方もあるでしょう。それから例えば神羅万象というのを大乗的と見、人間世界を小乗的と見るとかですね、まあ、自分の国を小乗的と見てとか、そういうこともありますけれども、まあ、そういうわけで相対的な、関係性の中での善とか悪っていう、まあ、それは反対概念ですよね、ということを、まあ、大乗善と小乗善についていい機会ですので、お坊様に何とか詳しいご存知の方教えていただきたいと思いました。はい、この大乗善小乗善は善悪の善じゃなくて善種の善の方ですよね。え、そうでしょ、善悪です、善悪の、あ、そうなんだ、はい、大乗善と小乗善、あ、今善悪の善の方の話をしたと。あと、まあ、アシュラとインドラの話、あまりこう皆さん出てきてませんでしたけど、これについて何か考えること、思うこととかある人はいますか。まあ、先ほどの私が、まあ、引用した説が当たってるかどうかも含めてですけどね。はい、お願いします。はい、勝手なの考えですけども、アシュラも帝釈天も地下を行使する、私たちの今の時代はそういう力を行使しない世界を追求しているという中で、どう評価したらいいのか正直言って迷っておりますが、どんなに正しかろうが力を行使すべきでないという結論を私で正しいように思うとすれば、両方間違ってると、もっと話し合って答えを出すべきだというのが答えがないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますね。じゃあお願いします。実はアシュラと何ですか、大釈天の話っていうのは私知らなくて、さっき先生から聞いたところしか知らないんですけどね、まあ、ざっと聞いたところ、アシュラというのは要するに、やられっぱなしだということですね。アシュラは大釈というのはやられっぱなしで、いいこともしてるのに、で恨みだけが残ってるっていうような、そういう物語だったように思うんですけども、
この話はですね、ユダヤ教にもあるように思うんですね。つまりエレミア記ですかとかですね、それから、まあ、要するにユダヤ教っていうのは不条理の自分たちの民族がもう叩かれてですね、不条理の世界に生きていると、でこの世の中が不条理に満ちていると、恨みの中から一神教というものを作ったように私は思うんですけども、そのユダヤ教に似たようなこの世の中は不条理なんだというね、ことを教えているのがこの阿修羅とあれの話じゃないかというふうに気がするんですけども。なるほど、ありがとうございました。先ほどですね、まあ、議論の中で何度かこう、まあ、正義に関して、まあ、宗教的正義と社会的正義と分けて考えた方がいいんではないかというお話ですね、お坊様からもありましたし、まあ、一般の方々からもそういう意見があったと思いますね。でそして、まあ、善、まあ、特に、まあ、この場合は善宗の善は、まあ、宗教的善に関係しているんだと。で、まあ、先ほどはまあ正義についての話ですけど、善悪の善の方ですよね。これはどうでしょうかね。これも宗教的な善悪と、まあ、社会的な善悪とこう分けて考えるということになるんでしょうか。正義じゃなくてまず善の方をちょっとご意見を聞きたいなと思うんですが、これに関してはどうですか。特に先ほど、宗教的社会的分けられた方ですね。はい、お願いします。分けて考えるべきだろうと思うんですけど、端的な例で言いますと、例えば良寛さんが、のところにあの時代に地震があって、良寛さんのところにその何とかしてくれと言ってきたら、良寛さんが災害に遭うときは災害に遭うがよろしく候と言ったという。それはどういうことなんですか。社会的には援助しないということなのか、それ社会的に悪なのか、でも悪だとしたらなぜ悪を生じて良寛はそう言ったのか、それからキリスト教の中でその、下着を持っていくものには上着も与えようという、それは盗んだ人を犯罪を容認することなのか、それともそれ自分の問題として考えることなのかというようなことを考えると、どうこれ先生の会どうなんでしょうか。容認しているということなのか、はい、許すということなのか、自分の中で善悪をつけずに許すということなのか、それはしかしそれは社会的な悪を増長させることにもなる。宗教的な論理からの善悪と通常の社会的な観点からの善悪は違うことがあるという例ではないかというのが今の例からまあ思うんですよね。私がお聞きしたいのはここでいうその仏教的なこの十の善というのはどちらの善なんでしょうか。それはこれは私の考えていることですけれども、そこに挙げられている八正とか十善とかいうのは自我意識を抑える、あるいはそのなくすことができない、ね、少なくとも一時的には抑制するための一つの目的ということが一つ、それから、いや手段であるということが一つ、と同時に目的でもあるということがあると思います。ということは、まあ、悟りは通常の、まあ、自我意識を超えるとすれば、はい、今おっしゃったのは通常の、まあ、社会的な善能ですかね、宗教的な善ではなくて、はい、そうすると仏教でいう十善戒は、まあ、その社会的な意味での善のことを言っている善、まあ、宗教的な、まあ、善はまた別にあると、まあ、考えられるけれど、それとは一緒、別の社会的な善をこの十善戒は言っていると。社会的な善でもあると、でもある、まあ、宗教的にはもちろんね正しいことでもあるけれど、まあ、社会的にも善であると、そのものが共通しているという、そういうことでもあります、ね、はい、これはなかなか重要な議論と思いますけど、他にこの特に善悪の善に関する宗教性と、まあ、社会性、はい、お願いします。いや、
そのことは今日小林先生から答えをいただきたい、いただけると思って僕参りましたそれは僕自身がわからないんですけれども、善、グッドネスというのは定義をしたら定義ができないのであります。1何々、2何々、3何々と西洋哲学的に項目的にだっとこれを何万言書いても説明ができないのが善。それはアリストテレスが言っている汝の行為は他の規律となるような行為をせよとしか善を説明しておられません。一方日本では悪いことをするな、良いことをしなさい、このすべてこのことの言葉の中に全部含まれています。それを言葉にしようとするから僕みたく悩むし、善とは何かったらこれは分からなくなるけども、僕は分かっているんです。いいことってどういうことかっていうのを説明できないけど分かっているんです。アリストテレスと同じなんです。だけどそれはどうしてだったら、先天的に生まれながらにして人間は善と悪とが分かっているのだなぁと私はそのように、今自分で納得しているだけです。でも今日はサンデルの白熱教室 in 建長寺でこの善がですねきちっと説明されるに違いない。だとしたら勉強に行こうという参りました。はい、私の話は最後にしようということになっているので、まあ、そこでまた改めて、まあ、話がしたいなと思うんですけれど、この十善戒を見ると、まあ、例えばユダヤ教の十戒とか、まあ、他の宗教でもあると思うんですけれど、そういう、まあ、戒律とかなりの共通性があるとは言えると思うんですね。それで、まあ、先ほどおっしゃったように、まあ、社会的にやっぱりこういうことされちゃ困るということがやっぱ相当入っていますので、この善の中に社会的な次元の善というのも、まあ、一方であるだろうと。他方で先ほど宗教的なものでもある場合があるという話がありましたけれど、その要素ももちろん、まあ、この場合あるんではないかと、まあ、宗教の善ですからね。じゃあアリストテレスやプラトンの、まあ、善、良きっていうのは何かですけれど、まあ、先ほど申し上げたようにやっぱりアリストテレスもプラトンも彼らなりの、まあ、一種の宗教的な考え方、形而上的な考え方を持っていますので、そのことを前提にしてやはり善ではあるんですね。アリストテレスの世界の目的が善と思ってますので、その方向、まあ、アリストテレスは神と言いますが、まあ、第一の原因である神の方向に行く、それが善のやっぱ根源ですからね。まあ、社会的に正しい善というだけではなくて、まあ、宗教的な意味もやっぱアリストテレスの場合も入っているし、プラトンの場合は、まあ、この世を超えた超越的なイデアの世界は善そのものの世界なので、その表れとしてこの3次元この世の中での善がやっぱりあるわけですね。ですからここも宗教的な次元も関わっていると。確かに先ほど議論にあったように社会的な善と宗教的な善は違うという局面もあると思うんですけれど、しかし、まあ、少なくてもアリストテレスやプラトンの場合は社会的な善と宗教的な善と両方かなり関わりが深い形で現れていると。そして今おっしゃったように、まあ、善悪を心で知っているっていう、これは例えば近代であればジャン・ジャック・ルソーのような人がね、両親に訴えて何が良いか分かるんだと、こういうふうな主張を、まあ、ロマン主義あるいはその前の段階から主張しているので、それにある意味では近いところがありますよね。まあ、これはギリシャ哲学とはちょっとまた別の系列風に理解されますけれど、でも近代のヨーロッパ哲学の中で善悪の根源として人間の良心、思いですね、ここから善悪が分かるんだという、この思想はやはりヨーロッパの思想の中でも、まあ、あると。ですからおっしゃるようなそういう人との共通性もそこにはあるというふうには思いますね。はい、この善悪の善に関する議論、まだ自分がちょっとしてみたいなという方は来られますか。あ、お願いします。はい、従前回が説明をしていただきましたね。従前回というのは従順近海といったりして、まあ
いるんですけれども、基本的に私たちが持っている戒律というものは自分の修行を進めるためにこれをしてはいけないよという観点で作られたものなんですね。ですから、お酒を飲んではいけないというのもそうです。お酒飲むと酔っ払った頭がパンになってしまうから座禅もできなくなるし問答もできなくなるからお酒飲んではいけないよ、そういうような観点で作られたのが基本的には戒律というものであって、でそういうものをがその段階では社会的な禅、従前回は例えば社会的な規範として機能しているわけではないと思うんですね。で、その私たちはサンガといって、坊さんの集団を作って修行していくんですけども、そのサンガの中でその戒律を守って生活していくことによって、それがやがて集団の中での基本理念となったり、その修行のため の, その基本理念になっていくわけですが、それが最終的にもっと坊さんの集団から、例えば、一般の人たちへそのお釈迦様のお去りが悟りが自然にどんどん伝わっていく中で、皆がこの従前戒なり従々禁戒なりというものを自分の修行のために守っていったっつって、自己の完成を目指していった、その先に最終的に社会的な規範というふうにこれがなっていくというような考え方ならわかる。それが宗教的な善というものと社会的な善というものの関わり方であって、まず外枠としての善悪であったりコミュニティというものを最初に形作って、その中に何かを入れていくというのではなくて、基本的には戒律というものを代表されるようなそういうものを持って自分の自己を故事を究明していくという、その修行の先に社会的なまとまりというか改作というか、そういうコミュニティができていくというのが多分お釈迦様が目指した社会で平和的な社会、善なる社会というようなものなんじゃないかなというふうに思います。それでは先ほど正乗禅と大乗禅というそういうお話がありましたけれど、私の解釈だとこう宗教的な禅、まず悟りの禅がまずあって、それが社会に広がっていくと、それが望ましいということだけれども、そこから始まるじゃない。正乗禅、大乗禅って何かあるんですか？私は結構知らないので。はい、お願いします。失礼いたします。これ、正乗仏教と大乗仏教の違いについて、ここで解説すると長くなりますので、簡単にさせていただきますと、今お話にあった通りに、正乗仏教というのは、東南アジアの方に入っていった仏教でして、自らの悟りをまず眼目に置いていく。その中で正しさを見つけていくということだと思うんです。で、一方大乗仏教というのはさらにそこからもう一歩発展させまして、その自分の悟りを目指していく中で自分中心ではなくて世の中のために自分が何か働いていく、役に立っていく中で一緒に皆さんと一緒に、悟りを共に分かち合っていくという立場だと思います。つまり、その大乗仏教の教えというのは、今中国、インドから中国へ渡って日本へ流れてきたという経緯がございます。まさに私たちが、禅の教えというのは大乗仏教ということができます。それでちょっとそれで少し話をまた一歩進めたいんですが、つまりその従禅という考え方はもちろんその自分の中に正しいものを見つけていくための修行の徳目であります。はい、しかしそれをやっていく中で、それはお釈迦様の時代に作られた一つの戒律の中の一つとして、設けられたものであるんですけれども、その中でやっぱり時代とともに仏教もいろいろなさまざまな考え方立場というのが複雑に絡み合って今この現代に至っております。ましてや、その他の宗教も、地域を超えて今や世界に皆さんがもう知るように広がっています。そんな中でやっぱり私たちはその中で何が何だか分かんないというふうになってしまいがちなんですけども、やっぱりいろんな今日のような会を設けて小林先生からいろんな哲学的な話を聞いたり仏教の教えをちょっとずつ学んでいくうちに、あ、これは素晴らしいことだなっていうところを今の時代に合うものをきちっとピックアップして、それをまさに今に生かしていく、これが今の時代の善ではないかなと私は思います。ですからどれが正しいというふうに分けて考えればそれは非常に複雑になっていくでしょうが、全部正しいんだと、その中で今の時代にあるものはこれじゃないかなっていうものをピックアップしていきながら、
これからの未来に向けていくということじゃないかと思うんです。そして、まあ、正義ということに関して言えば、まあ、正と善の違いというのがテーマになってましたけど、先ほど来、時代時代にそれぞれの価値観というのがあります。その時代の中で正しいとされること、これは正義ではないかと思います。はい、つまり法律や道徳というものは正義の範疇に入ると思います。その一方、善というのはそういう時代を超えた中でちゃんとどの時代にも通用していく、過去も未来も変わることなくずっと変わることもなく続いていくもの、そこに善がある。それを見つけていくのは非常に難しいかもしれませんが、それをまあ探っていくための今日の会じゃないかなと思っていますので、まあ、対立する意見がもちろんあっていいと思うんですが、その中でいいものをピックアップしていこうという姿勢がとても大事なんじゃないかなと思います。失礼いたしました。はい、ありがとうございます。2人と手が上がってましたかね。あれ1人ですか、あ3人、じゃあ4人、簡単にじゃあお願いできますか。はい、じゃあまずそちらからいきましょうか。私はですね、宗教における善というのはやはり有限な人生って言いますかね、我々は死を迎えるわけですよね。だけど我々はやはり永遠の昔から永遠の未来に向かって、あるいは空間においてもこの宇宙の中でですね、それは自分のその意義というものをですね、見つけたいという、やっぱり寄って立つ視点がですね、宗教における善というのはそういう非常に何て言いますか、根底的というか根本的なものなんですよね。それに対してその社会における正義というのはあくまでもこの世における解決といいますかね、この世において納得していただくその論理は何かということを追求するんであって、これはですね、あまりそれをその2つくっつけてですね、いくとそれぞれ その視点が混同しちゃいますので、私は仏教のお坊さんたちというのは出家をされてですね、やはりその根本的なところは何なんだっていう、このもう永遠の昔から永遠の未来に向かって、このその宇宙の中でですね、自分は何なんだっていうことをですね、まあ、自己を究明するっていう言葉も使われてましたけども、そういう視点はですね、この属性といいますか、在家の我々がですね、この世にとどまって遺産相続だとか交通事故が起きた時のそのあれだとかですね、まあ、今日先生もやってましたけども、その人工中絶はどうあるべきだとかっていう場合のですね、この世においてやはり特に裁判なんかにおいてですね、決着をつけるという意味で その正義とですね、やはりある程度区別してですね、在家集団の良さっていうのはそういうそのこだわりを持ってですね、自分に集約している連中にですね、それをちょっと君たち裁判は裁判でいいんだけど、ちょっと君たち考えませんかと、ね、その訴訟を取り下げませんかとまで言わないまでもですね、そういうようなやはり一種爽やかなその視点からですね、言ってくださる方がこの世の中にですね、いていた専門的にそれをやっていただける方がいるということが僕は価値があるんであってね、これはあまりそのこう宗教者はその社会的な活動をしようとかですよ、あるいは在家の集団がそのもっとその宗教に近づけと言ってもですね、これはまあ今のところそうなった方がいいのかもしれませんけど、今のところはやっぱり2つの社会的な正義とその宗教における、まあ、善というのはですね、やっぱりちょっと交わらない点があるということはある程度覚悟しておいたらいいんじゃないかなと私は思います。はい、ありがとうございました。ここからは手短にお願いします。はい、さっき大乗禅と小乗禅と申しましたのは、先ほど、時代のこう流れのその時の時代の中でとおっしゃったように、空間的にも広い狭いんですけれど、時間的にもあります。例えば10年間電力を安定供給するために原発は善で作ることは善であった。しかし100年間見てみたらその途中に事故が起こって大災害でみんなが苦しんだ、だからそれは結局悪であったねと、そういうふうに枠を変えることによって善と悪が入れ替わるとか、そういうことを大乗禅の禅は症状の悪とかそういう言い方をいたしました。はい、ありがとうございます。じゃあ次またお願いします。こんにちは。私は社会的な善、それから宗教的善、ある意味で、同じだと思います。それは、方向性ということに関してです。どちらも、定義することも言葉で説明することも
解釈することも、難しいですし、人それぞれの立場や関係性、考え方や宗教あるいは信仰していく、こう流れの中で、様々持っていますので、それを規定することも難しいと思いますが、どちらも、善への方向悪への方向ということに関して言えば同じであって、それだからこそ考え続けて生きていくということで、こういったあの話し合いですとか人と交わりながら、感じ、そして、そのことについてあの近づいていくという方向性に関して同じだったなという気がします。仏教というものは、極めて社会的な、形で、存在していると私は思っております。それは本当に、たくさんの人たちが、その仏教に関わる中で心が救われたり、あるいはさまざまなことを学ばせていただいたり安らぎを得たりするという点で、仏教は社会的な大きな力を持っていると思っておりますし、そのために、悟りやさまざまな戒律、そういったものがあるのではないだろうかと私は感じております。はい、ありがとうございます。最後でよろしいですか、もう一人、じゃあ二人で、はい、じゃあすべて最後になります。はい、お願いします。先ほどそちらの王様 のお話でキリスト教の話がちょっと出ました。私カトリックのものですから、ちょっとそのことでお話しさせていただきたいと思います。下着を取られたら上着も与えなさいということが聖書に書いてあるというふうにおっしゃられましたけれども、小林先生のご質問でしたけど、お答えして私なりのお答えをさせていただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。聖書 の御言葉っていうのは全て神の愛を表現するために書かれているんですね。旧約聖書は先ほども皆さんがおっしゃられましたようにユダヤ教の戒律とか予言が中心になっていますけれども、それは後々現れるキリストという救い主を証しするため の前段階でしかないんですね。ですから戒律はあくまでも、無知の知を知るためのもの、できないということを知るためのものなんです。そしてそれを超えて自分たちができなくてもそれを超えて神がそれを助けますよっていうのがキリスト教の教えというか示していることです。ですから下着を与えて取られたらは上着も与えなさいっていうのはそれをやりなさいということよりはそういう気持ちで人と対しなさいという、何か悪いことをされたとしてもそれでお返しをするのではなくて、その人がそれほどにものが必要なのだなということで何かもう少し愛を与えなさいという、そういう表現だと私はとっております。はい、ありがとうございます。最後ですね、お願いします。はい、マジ、すみません、私も宗教的善と社会的善はちょっと違うと思うんですけど、でも哲学でもプロティウスとかの悪のイデアはなく善と善に満たないものがあるみたいな考え方の中では非常に近い側面もあるのではと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、でも続けてお願いします。じゃあちょっと後の時間は心配なんですけど、どうぞ。今日は一日いいお話を聞かせていただいただけで生まれてきてよかったと思いました。っていうのは難しいことはよくわからないんですけど、やっぱりさっき生命の天部の命の自覚、今自分が何のためにこういうことを皆さんと語って何のために目的を目指して語り合っているのか、ここに命があって生まれてきたからこういうことができるのであると。で、震災で随分命をなくされてもっと生きているはずだと思って今頃多分自分は死んでいると自覚してないで海の底にいる方もいっぱいいらっしゃると思います。
私も今日体調あんま良くなかったんですけど、思い切って奮い立って出てきてよかったなと、まずそれを ありがたくお礼を申し上げたのは、私は実は体が本当に弱くて生きてきました。いろんなことがありましたけれども、まず何のために人間が生まれて何のために死んでいくのかっていう、まず与えられている命をいつもいつもこんなに与えられていながら感謝できることってなかなかないんです。病気が治った時とか病気した時とか命の考えることってそんな時しかないんです。だから私はいっぱい病気したおかげで命をいつも意識して、ああまたなりたくない、ああまた良くなるためにこうしよう、ああしよう、それで自分が元気になって、今はそれを自分だけ生きてきて、自分だけこのままじゃあ何をして生きていくって言ったら、やっぱりそれを伝えていくことしかないなって分かったんです。でもまだいろいろ人間欲があるし、子供のことも心配したり、亭主のことも心配したり、なんか振り返ってみると取り越し苦労だけして生きてるような、振り返るとそんな人生に終わりそうだなと近々思ったもんですから、今日はここへ飛び込んできましたけれども、皆さんの意見それぞれに本当に生きてるエネルギーで満ち溢れていると思います。で、何のために生きて何のために死んでいくのか、それだけ考えて、私はこれからも自分の命と同じように人の命も大切にして生きていくという、そして今だんだん少なくなっていく、抜けていく歯とか髪とかいろんなシワが多くなったり、そういうことも全てもともとは親が与えてくれたものとだんだんさよならしていくんだなって気になっていきます。そうすると、あ、最初は今まで子供の時は歯がついてなかったけど、小学校になって歯が生えてきて、また抜けてまた生えてきて、これが最後にだんだん半分ぐらい歯が今なくなって、本当に母とつけてくれた母や父とおさらばしていくんだな。最初は病気いっぱい最初してた時は、なんでこんな弱い子を産んでくれたんだ、今生命感とかプレゼンですね、天部の力って、天部ってなんだって、神が与えたのか、私は父原から生まれてきたんだ、意味があって多分生まれてきたんだと思うんだけど、なんで私が意味、生まれてきた価値は何だろうかと思うと思いました。でも今日また多分明日も生きると思いますけれども、今日がこの時間を、今日とりあえず最後まで元気に、多分私は今日薄い寝て一度死んでまた明日目が覚めるんだなと思います。本当に今日はありがとうございました。それが一回だけ、ありがとうございました。これ先ほどの天賦の線の話もちょっとまあご意見あったので説明しておきますと、まあ一応天賦っていうふうに訳してみたんですけど、基本的にサンデー教授はですね、贈り物として生命が与えられるっていうことを言っていて、まあそれは一つの神が与えるとか何が与えるってことは明示しないで言うんですね。ですからまあ相当広い意味で使っています。はい、最後お願いします。宗教的正義とそれから社会的正義をちょっと定義を明けさせたいんですけど、まあ、その宗教的正義がその、まあまあ、死刑囚団というのは社会との関わりを出すところから始まっていると、それからまあ10回もその自己完成が最終目的であるということなんですけど、例えばその、まあ、つい最近自分がそのいわゆるもしかしたらこれは宗教的正義の範疇を一線を越えたのかなと思った事例があるんですけど、例えば2008年北京オリンピックがあった年に長野県の善光寺が中国政府がチベットの仏教徒を弾圧していることに抗議して、その聖火リレー の出発点を辞退したんですよね、うん、要するに自分たちのところは出発させなかったんですよ。でそれってなんか見てると 今までずっとその僧侶の方がおっしゃった宗教的正義の範疇が超えているような気がするんですよ。でその一例で思ったのそれをちょっと思い出したのと、それからそれとちょっとまた比較して、例えばその今東日本大震災で被災地があると、でそういったところに、じゃ お坊さんたちが、まあ、トラックとかで行って、そして、まあ、がれきを片付けたりするというのは、それは例えばいわゆるそれはそちらに定義される宗教的正義の範疇を超えてしまうんでしょうか。そこら辺をちょっとお経の意見ぜひお聞かせ願えればと思います。はい、それではですね、実は今の論点はとても大事で、私は時間があったらこれをもっと徹底的に追求したいなと、実を言うとこの先ほどから宗教的な善との善と社会的な善の関係を議論していて、まあ、違うけれども共通性もある。
まあ、ご意見の中で同じ方向を出したりとか、あるいは、まあ、ユダヤ教で言えばね、旧約聖書とキリスト教、新約っていう関係があると似たようなものだ、まあ、ご意見もあったので、共通の部分も相当あるという議論だったんですね。で、他方で先ほどから、まあ、正義に関して宗教的な正義と社会的な正義という関係が、まあ、指摘されているので、どこまで違ってどこまで同じなのか、そしてさらに、まあ、じゃあ宗教的な善と宗教的な正義、あるいは社会的な善と社会的な正義は関係がないのかあるのかという議論があるんですね。というのはヨーロッパの主流派の、まあ、正義論はいずれにしても善と正義は関係がないと言ってるからね。それに対してサンデルは、まあ、それは関係がある、あるいは考えるべきなんだと言ってるので、おそらく宗教的な方も政治的な方も、まあ、善との関係で正義を考えるべき、まあ、こういう議論をするだろうと思うので、果たしてどうなのかということを議論したいなとは思うのですが、しかし3時半に終わらなきゃいけなくて、もうあと具体的な問題が出るようになってますので、それほど作れないんですが、でもせっかくいい今質問というか議論を出していただいたので、これについてお答えをしていただくことで、まあ、終わりたいなと。まずじゃあそちらから、はい、お願いします。善と正義の関係はちょっと今で言わないといけますけども、先生にお願いします。宗教的な善、あるいは宗教的な正義と社会的な善、社会的な正義は、異なるのはある意味実は当然で、最初から宗教ってそういうその世俗を超えるその方向性がありますからね、違って当然なんです。ただしそれは無関係であったりとか、でさっきこの方がおっしゃったように、実は宗教的な善と社会的な善を例えば結ぶとしてはね、実は宗教的な善っていうのは、さっき教務部長さんが悟るとは差を取るというふうにおっしゃってましたけど、自己と他者の関係を開いていくような何かがあるんですね、宗教的な善とか宗教的な正義が。でその自己と他者の関係を開いていくから、そこに小さいながらも公共施設がそこに生じてくるわけで、そこに社会的な、宗教的善、社会的善、あるいは宗教的正義、あるいは社会的正義を結ぶその関係を開くというところがどうだと。で最後に一つだけコメントすると、それが宗教関係性を開くのが宗教的善であるならばですよ、これは実は僕かなり端的なことをこれから言うんだけれども、彼の全宗的な感性に基づいて浄土教を批判したりとか、あるいはなんか東洋の方が偉いという観点に立って西洋の二元論がいかんといって、そういう、あるいはちょっと悪いけどカトリックの立場からユダヤ教に気づいてなんかこう判断を下したりとか、それって宗教的独善でしょ。で宗教的独善と関係性を開いていく宗教的善ってなんかすごく矛盾するんで、そこに宗教者と言われる人に極めて僕とは辛辣な、なんか批判をしたいなと。あ、僕自身のやつは宗教者という商売なんですけどね。はい、ありがとうございます。それでは先ほどね、そちらから、まあ、ご質問、問いかけのあった、まあ宗教的な正義を、まあ、仏教では基本的な正義と考えているけど、それを超えるものが、まあ、仏教の中にもあるんじゃないか、まあ、こういうご質問だと思うんです。それについて、僧侶の方々から何かご返答いただけますでしょうか。長いです。先ほどの北京オリンピックの前後さんね、まあ、そういうこともあるし、私もしょっちゅう切れまくってたりする時があるんで、重金会なんか一つも守れてないなって今更なって焦ったんですけど、重牛図っていう禅の悟りのストーリーがあるんですよ。であれがですね、非常に面白くて、まあ、ある少年が牛を捕まえようとするんですね。で牛は悟りの例えなんですね。それで最初は足跡を見つけるんですね。でもそのいろんな今見方、インターネットで従業図調べるとものすごい面白いです。いろんな人が解釈してて、もともと探してないものを探してるっていう人もいるし、まあ、そうやってずっと探していくと最後のところに丸い円が出てくるんですね。もうそれがまあ空の世界だと。で普通だったらそこで終わるんですけども、最後にまあ、梅の花が咲いた景色が出てくる、自然が出てくるんですね。それでそのまたラストの10枚目っていうのは菩提和尚って、こんなお名前が出た、うちの総長さん、総長さんだいぶ痩せてきましたけど、まん丸の朗らかな、ね、もう
街歩くだけでみんながニコニコしてくるっていう、そういうのが禅では最高の境地なんだっていうんですね。で、まあ、そうか、まあ、これ実は前に言い訳なんですけども、我々はまあ、ね、生身のものですから、あの喧嘩もするし、嫌なことも言わなくちゃならないし、あのなんですけども、それを超えたところに喜怒哀楽の世界っていうのは日常ってやつで、もそれ日常があるんだって、そこで、そこに自然に、だから、うん、あの善悪はあるんだけども悪い日もあるよと、でそれをまた超えると今度は滑稽にすら覚えてくる。夕方になると山からおっさんが降りてきて、あの魚屋で何かうまいのあるかっつって、あこれがあるから持ってけっつって、あの今度は酒屋に行って酒を3本買って、全然不法仲介をやって、まあ、もちろんお金を払うんでしょうけど、だけども町の人がみんないい顔になっちゃうっていうんですね。だからそういう意味でその宗教的な正義って言っていいのかわからないけど、そういう人間である、なんていうか超越したあの最後の自然に戻るっていう、まあ、ちょっとそれを、だから私も善光寺さんだったらもしかしたら同じように、ね、そうだそうだなんて言ってるかもわかんないんですけども、ただ丸くなんなくちゃいけないなって反省はしております。はい、はい、ありがとうございます。どなたか他に僧侶の方々で、お答え、僧侶ではなくてもじゃあ、はい、お願いします。あ、すいません、あのこんな格好してますけどまだ在系でございます。あのそう今までですね、ここがまあ禅宗だということと座禅をやったということで、ちょっ と、まあ多くの人が誤解されているかもわからないんですけども、まあ一応途中まで仏教を学んでいる身として、禅宗は明らかに大乗仏教であって、まあ、いわゆるまあこういう言い方をするとちょっと正確ではないのかもしれないんですけど、無我の境地。無我とは何かというと、まあ、真羅万象と一体であるという、まあここまではいいんですけども、真羅万象の中には当然社会も含まれるわけです。で、先ほどの翔さんの中で言われましたように自味徳度先度他と、要するに自分のことはさておいて社会の一人一人を、まあ被害を渡す、まあ悟りの境地というふうに言ってますけど、まあそれを目指す。で、悟りというのが、まあ、禅宗の寺たちと強調されてるみたいなんですけども、それは個人的なことではなくて、まあ、個人が悟るんですけども、悟った結果として私は社会の一人の一員であると、私と社会は別物ではないという意味においては、あの仏教は、まあ、無我、諸本無我っていうあのテーゼがお釈迦様が言ってますけれども、あの明らかにその個人的なものではないというところ、その最終段階が、あの先ほどあの教学長様が言われた十戒の最終局面であるというふうに思うわけです。で、かたやちょっと、まあ、公共哲学的な観点から、申し上げますと、いわゆるその善悪というのは、あのやっぱりある種の文脈から決定されるところの善悪であって、で多分その目的とはより良き、社会をこれから築いていく、より良き方向に進んでいくと。で、まあ、あのその具体的な発言として政治というものがあるとしたらですね、あるその統治、より良き統治のにおいて良い結果をもたらすかもたらさないか、まあ、法律に要するに違反するか違反しないかという文脈が明らかにある中での、善悪ということになってくるんですね。で、多分この禅宗における善悪はそういったその全体を統治するという部分において全くその発想がない。基本的にあの一つの方向性において、社会全体を我々がこうあるべき方向に向かって引っ張っていくんだというような方向性は、これはその 原点によって無我というところがあるし、あと諸行無常というあの一大テーゼがあるわけですから、これが原理でこれで引っ張っていくんだというようなことをしないわけですね。ただし、先ほど言いましたように仏教、大乗仏教は特にその社会性というのを自分を捨ててでも社会のためにというのがまず大前提であって、で粛清我慢っていうようなあのまあお経となりますけども、主上無辺誓願の一番最初にあの先ほどの自民党の先祖だと一緒なんですけども、まあそういったところを出しているというところがありますので、まあお坊さんは自分からその社会に貢献してるなんて、あのお坊さんの立場からはなかなか言えないと思うので、まあちょっと財源を
残念ながらですね、ちょっと非常に出過ぎたことを言ってるかもしれないんですけども、まあ、仏教者というのは、まあ、そういったところをとりあえず目指しているのではないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあ本当に最後ですよ。でも、はい、どうしたらいいの？私の方ばっかりしてみたいな。あ、そう。じゃあ分かりました。じゃあこれで最後ということで、はい、まずここに行きましょう。まずこちらから、はい、簡単にお願いします。まずまず先に簡単にお願いします。いや、もう最後です、これは。あ、あ、そっか。いや、許してもらったんですか。いや、僕はね、その仏教の善とは何とか、政治の善とは何とか、そこが問題でね、もともとね、この仏教にしても政治にしても文学にしても芸術にしても科学にしても人間が一つのことを分けて考えただけなんです、便宜的に。どうして仏教の善とな、仮に政治の善がどう違うかって、もっと違っちゃいけません、同じであります。それで、西田喜太郎がな、善の研究大書を書いてます。分からなくなっちゃったんですよ、善とは何か。たった一言、最後に彼が分かったことはな、絶対矛盾の自己同一、一しかないって、全部一しかないって、そういうことを言い切っておるほどに、これ分けるということ自身がもうやっぱりな、混乱を生ずることだと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後ですね。最後ということで、どうもありがとうございます。ずっと私聞かせていただいて、もちろん先生のご講義ですね、皆様が、まあ、なんか一言だけね、せっかく白熱する教師と言いながら聞いて帰るだけじゃちょっと悔しくなりました。それでまあ一言申し上げたいんですが、社会的正義と、まあ、宗教的、まあ、正義といいますか、善ですね、やはりそれは違うと思うんですね。それで、まあ、社会的な正義というのは、まあ、ジャスティスという言葉もありますが、やはり一個の普通の人たちが、まあ、自己を持って自分の利益を、まあ、自分は生きていくわけですから、自我を持って自分の利益を守りながらね、なんとか生きている世界の中でいろんな衝突トラブルがあると、そういう中でね、社会的正義っていうのはやはりそれぞれの間の集団なり個人なり非常に相互があるわけですね、戦いが。これは直視せざるを得ないんです。例えば私なども25年ぐらいいろいろ関わりましたけど、鎌倉の緑を守るという運動でもですね、開発したいという人はもう何が何でも開発したい、資本や何かありますから。ところが守りたい人は守りたいということで、それやっぱり戦いであって、そんなにお互いに仲良くっていかないわけですね。ですから現世の世界ではどうしても相互と戦いがこれある。しかし宗教的正義っていうのは何問題かというと、そういうものがあるそれぞれの人間の中のエゴイズムなり自己があるけども、しかし理想としてはこの人間として生まれた以上はその命、自分の命、また相手の命もある、それをある程度尊重するといいますかね、最低限人としての在り方をね、反省させる一つの、まあ、材料というと変ですけどね。ですから極限的に言うと、普通の正義は、まあ、ある意味で言えば力とか多数決だとかそういうものだと思うんですね。それはもう自我の元に基づいている多数の力です。しかし宗教的なものは絶対的な平和とか利他というものを追求する、そういう人間の良心に変えらしてくれること。だからやっぱり社会的闘争をしながらも、やっぱり宗教心というのはどうかないとですね、最後は殺し合いになったりとんでもないことになるんで、私は社会において闘争があったり衝突があるのはやむを得ないと思うんですが、しかしそういう人たちが一遍なりとも宗教心を持っていく、これがものすごく大事なんで、まあ、お寺さんもそういう心をですね、世俗の戦いだけじゃなくて
こういう世界もあるんだよということを教え、その中に身を、総国の中に身を浸している我々もそういう心をですね、学んでいく必要がある。両方がそういう関係にあることを知りながら、宗教の尊さも学んでいく必要があると私は思っております。以上です。はい、ありがとうございます。今最後って言いまして、実は白熱教室で終わるっていうわけじゃないんですね。この善と正義の問題について最後というふうに、皆さんに発言をしていただいたんですね。こちらの方にずっと上がっていくんですか？2階。2階、はい。